こんばんは、私たちディープギークです。なんで、あ、なるほどね。はい、本日のトークテーマは伏線にしびれた作品ということで、伏線ってちょっと最近結構、伏線クラスやばいみたいな、まあ、よくある、ね、作品のね、ストーリーにもともとポンって出てきたものが、あ、ここで繋がるのねみたいなのがあるのに、しびれたものになってますので、ぜひ、見ていってほしいんですけど、まあ、伏線っていうだけあって本日ネタバレ注意です。あ、どんどんバフバフ、これから私たちがね話す作品のタイトルを言っていきますので、まだ見たことなくてこれから見てみたいよ、ネタバレちょっとやだなって思う方はちょっとブラウザバックお願いします。はい、じゃあとりあえず分かりやすいようにタイトルだけ先に言っていく、はい、じゃあ私から、うん、クルイズキっていう作品です。うん、それはフリーモラーゲームですね。ゲームか。じゃあ、はい、次私。オットタクシーっていうアニメです。進撃の巨人です、うん。っていうアニメですか。アニメ、漫画。はい。いろんなジャンルですね。ということで、早速話していきたいと思います。皆さん、ここからブラウザバック、注意ですよ。ネタバレ注意ですよ。もう、いいですか？もういないかな？嫌な人いないかな？はい、ということで話します。じゃあ、私から。うん、クルイズキって、まあ、先ほどもちらっと話した通り古いホラーゲームなんですけど、古いホラーゲーム、まあ、2017年とかかなくらいに流行ってたフリーホラーゲームでして、まあ、主人公のみちるくんっていう男の子がいるんですけど、その子がね、もともと双子でかけるくんっていう弟の方が、まあ、事故だったかなで、ちょっと亡くなっちゃって、まあ、その子の分も頑張って生きていこうみたいな感じで、まあ、高校生活を送ってるわけなんですけど、幼馴染の女の子とか、まあ、学校の友達とかと楽しく話とかをしてて、たまたま古い洋館に肝試しかなんかに行こうって誘われるところからゲームはスタートします。ちなみにここで行かないって言うと、行かない、え、どうしても行かないって言うとエンディングに進む。あ、そうだっけ、マルチエンディングだっけ、あれってマルチエンディングだよね。あ、そっか、そうだから行かないって言うとスッて何もないエンディングに進みますね。それ、そうなんだ、確かにマルチエンディングの方が女性さんが一番ハッピーエンド、超ハッピーエンドで、まあ行くよって、結局折れなきゃストーリーが進まないので進めるんですけど、まあよくあるね、洋館に入ってったら、まあよくある脅かし要素だったりとかっていうので、クルイ月って月が関わってくる、クルイ、クルー月、普通のね、うん、満月とか三日月とかの月なんですけど、これも伏線になってまして、うん、まあ普通に一周クリアすると中で、まあ、友達たちがどんどん死んでったりとか狂ってったりするの、うん、でそれに月が関係してるとかっていうのがあるんだけど、一周クリアした後に2周目っていうか、まあ何かの条件をクリアするとトゥルーエンドに進むストーリーに入るんだけど、そこがまあやばい、めちゃくちゃ鳥肌だった正直。トゥルーエンドで実はそのみちるくんとかけるくん、要はその今の主人公のみちるくんとかけるくん、死んじゃったかけるくんは死ぬ前に寒いからって言って、お兄ちゃんのみちるくんがかけるくんと服を交換してたので、まあみちるくんが、っていう役か、かけるくんがそのかけるとみちるが分からないんだよね、これ。いや、みちるくんだけどかけるくん、かけるくんの方が、お兄ちゃんを何かの拍子で閉じ込めちゃって、誰か呼んでくるから待っててって言って館から出ようとするんだけど、そこで月の影響、クルイ月っていうね、月の影響、満月とかで結構昔から狼人間だったりとかいろんな影響があるって言われてるから、そういうので狂って、学校でいじめられてる、親にも愛されない僕、じゃあお兄ちゃんになり変わればいいんじゃんってなって、みちるくんを置いて、じゃあ出れないみちるくんを置いて、かけるくんは逃げちゃうわけ、でみちるくんはもういないもの、ただかけるくんが着てるのはみちるくんの服だから、みちるくんとして生活するのよ、ここからも、でずっとこのみちるくんとして生活していく中で、じゃあみちるくんいなくなったけど僕がみちるだからって、で友達たちもかけるくんがいなくなったことに気づかない、でもうずっとみちるくんとして高校生活やってきて、最後の最後に全部それを思い出すわけ、エンディング終盤の館の中で全部思い出して、
で最後のストーリーで病院に行くんだけど、その友達が入院したりとか、その事故に遭って入院したりとかしてるからお見舞いに行くんだけど、お母さんのお見舞いとかね行くんだけど、そこであのうっすらさ昼でも月浮かんでる時あるじゃん、うん、それがあんなに綺麗だったのに欠けちゃったね。あーなるほど。要はミチルって満月、うん、あーで欠けるが月が欠けてる、うん、あんなに綺麗な満月だったのに欠けちゃったねっていうのがあって、うん、そこでストーリーバンって終わってエンディング入るの、っていうのがそこで鳥肌ドーンってなって、あ、じゃあ一周目ではなんかそれこそみちるくんは何生きてるっていう、うちらも生きてるっていうみちるくんのままみちるくんのままなんだね。で二周目でそれが受かって、その月のみちるくんかけるのあれがあってドーンなの。へー、これ説明下手だからうまく伝えられないから、あのゲームプレイするの苦手な人は実況とかでも全然いい、うん、見てほしい、うん、で洋館で働いてた昔の人たちとかも全部月の関係で狂ったりとか、うんうんうん、友達も月の関係で狂ったりとか、友達の名前にも月が関係してたりもするから、うん、ぜひ見てみてください。や、まあ、やれる人はやってみてください、うん、って感じ。マジでいいぞ、鳥月。いまだに好き、私は、うん、すごいなんかおしゃれ、スワッてする、うん、マジでいい。懐かしい、なんか懐かしいでしょ、うん、あのニコニコ動画にすっごいいっぱいね残ってたのはね覚えてる。あのタイトルのね絵がね割と好き。クリーズってね、そうそう、あれエンディング変わるからね。あ、そうなの。トゥルーになると色変わるの。マジでいいよ、見よう、見て、うん、あとエンディングの曲も変わります。あ、そう、タイトル画面で変わります。素晴らしい、ちゃんと作り込まれてる、素晴らしいです。ぜひ見てください。はい、じゃあ、はい、はい、オットタクシーの話をします、はい、オットタクシー、なんかタクシーって入ってる通りタクシー運転手のお話なんだけど、うん、なんだろう、そのあんまりコミュニケーションが得意じゃない、うん、その主人公がタクシー運転手、そうなんだけど、その、まあ、いろんな人を乗せることによりそのコミュニケーションと自我を保っていくっていう話なんだけどね、うん、なんか登場人物全員なんて言ったらいいんだろう、動物の擬人化、うん、って言ったらいいのかな、うんうんうん、私よく説明するので大人版動物の森って言ってるんだけど、うん、そう、街並みとかは本当に普通の、まあ、新宿だったりそういう、うん、なんだろう、もう日本の風景というか街なんだけど、登場人物だけ動物なの、うん、でもこれ自体がかなりの伏線で、うん、そう、なんかもうね、完全にネタバレなんだけど、なんだろう、いや最初にそのコミュニケーションがあんま得意じゃないって言ったじゃん、それが小学生の時とかにその主人公の子がなんだろう、人の目がちょっと気になるみたいな感じで、そう、なんだろうな、人との関わりがあんまり得意じゃなかったんだけど、うん、動物園に行ったりとかするのが好きだったから動物と話、なんだろう、会話するというか、うん、動物と関わることは得意、うん、じゃあ周りをみんな動物だと思えばいいっていうので出てくる登場人物全員動物なの。うーん、思い込んでる、思い込んでる、実際は人間だけど、そう、タクシーから見たら、タクシー運転手から見たら君たちは動物だ、お前らは動物だって思ってる、ね、そうっていうのがちっちゃい時からあったせいで、ずっとそこからずっとみんな動物に移るんだけど、うん、その運転手自体もその主人公の運転手自体もセイウチの姿だったり、出てくる子たちも猫だったり犬だったりアルパカだったりいるんだけど、なんかそれをとある事件に巻き込まれることにより思い出すのね、うん、そう、本来動物じゃなくてみんな人間なんだっていうのを思い出すんだけど、そこのね至るまでの事件がまたすごくって、なんかやっぱタクシー運転手だからいろんな人を乗せる仕事じゃん、うん、で、とあるその一つのなんだっけな、女子高生失踪事件みたいな、練馬区と女子高生失踪事件みたいな事件がちょうどあって、それにその主人公が関わってるんじゃないかっていうのを疑われるの、うん、警察の人に疑われるのね。で、そのいろいろドライブレコーダーとか見てったら、自分が関わってるっていうよりもその乗せてる人たちが問題だったみたいな感じで、その乗せてる時とか
は普通に会話してたりとかするんだけど、みんなそれぞれに話がちゃんとあって、あここで会ったことがここでつながってるんだみたいなのが結構ちゃんとあって、そうなんかそのなんだろう、主人公がとあるキャラクターに命を狙われるんだけど、その狙われる理由がなんだろうな、引きかけたじゃないけど、その人をちょっと事件があって引きかけて、その人から恨みを買うようになったみたいなので狙われたりとかっていうのもあったり、あ、じゃあ説明は難しいんだけど、タクシー内で、あ、そうそうそう、出会った人たちのつながりで、あ、そう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 、世界がよりややこしくなって、最終的にまとまるんだけど、結局全てがそのタクシー内ので、あ、そうそうそう、タクシー内だけで成り立った。あ、なるほどね。それ面白いね。だ結構その、なんだろうね、なんて言ったらいいんだろう、見返すとまた新しい発見があるみたいなのが多い、あ、ここで、この人これだって、あ、そう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 、いいね、それ何周もできるやつ、あ、そうそうそう、そう、ぜひ面白い。でね、これはね、映画がやってたんだけど、映画の方がまたなんかちょっと総集編じゃないんだけど、その事件をまとめて、一人一人の証言みたいなのを聞いてて、ストーリーをなんか回想、シーンを見ていくみたいな感じのを見ていくから、映画の方がちょっとまとまってはいるんだけど、見やすいかなって思ったら、意外とアニメ見てからじゃないと分かんないところとかもあるから、そう、アニメ見てから映画見ることをお勧めしますだそうですそうで、アニメでやらなかった最後の話を映画でやるから、ぜひ両方見た方がいいですね。そう、じゃあオトタクシー、オトタクシーだって、だってで、最後動か、じゃあ進撃の巨人なんですけど、あんないっぱいあるよ、そう多分伏線が多すぎて、多分2人で詳しく言ってたらもうあの多分うん、1日かかるから、うん、パッと言うね、進撃の巨人っていうタイトルがもうすでに伏線、そうそうだね、そう、これは完全にネタバレなんだけど、進撃の巨人ってさ、いろんなさ、普通の巨人、あの大きいこうこのやってるやつとか、あ、これね、聞こえてるかな、いるじゃん、とはまた違って、あの特別な力を持った巨人、9つの巨人っていうのがいいのよ。最初のさ、筋肉みたいなやつとかもさ、あ、そう、鎧の巨人とか、そう、超大型巨人とか、っていうのが、目型の巨人とか、そう、っていうのの、何、9つの巨人っていうのがあるんだけど、その9つ目の巨人っていうのが、進撃の巨人だ。わかるかな、わかるかな、あ、では 9個目だけが進撃の巨人ってこと、それとも全部合わせて進撃の巨人、あ、違う、9個目が、9体目が、そう、進撃の巨人っていう、だからもうタイトル自体が伏線っていうのがあって、あ、まあ、言っちゃうと最後にエレンがそれになって、進撃の巨人ってこう島がね、まあ、あのオールマリアとかそういうのがある島と、もう一つ島があるんだけど、また別部族にね、そう、そっちの島に攻めていくんだけど、それをまあなんか今分かってる時点では止めに行くところまでなんだけど、そう、エレンが進撃の巨人になってそっちに攻めていく、そっち側の人間たち全員滅ぼしに行くっていうのがある。それは何を目的として、ね、ユミルの民の、子孫を残さないようにするため。ダメなの、ユミルの民っていうのが、巨人ってもともと人間なのよ。まあそれは何だよね。そうそうそう、その何、子孫を残さないようにするために、その人類全てを殺しに行く。巨人の根を絶やすためにってこと？そうそうそう。で、これ繋がりなんだけど、もう一個伏線の話すると、エレンが一番最初、1話でお母さん殺されちゃうのよ、お母さん巨人に食われるんだけど、そのお母さんの巨人、お母さんの巨人、お母さんを食った巨人っていうのが、エレンのお父さんの一番最初の妻だと。あ、いや、元さやってこと？そう、元さやってこと。そう、そうね。で、その理由が、理由っていうのかな、なんでお前2番目の妻がおんねんって話なんだけどエレンのお父さんは、もともとそのさっき2個島があるじゃん、あっち側の島の人、そう、そっちの島で、家庭を持って息子を産んで、まあ、その息子っていうのが獣の巨人なんだけど、
そう、うん、息子を産んで、はいはいはい、で、そのお父さんは逃亡してきたのね。逃亡してきてこっちの島、ウォールマリアとかで島に住んでる、そうそう、その壁の中に入ってきたのね。でそこで家庭を持ってエレンを産んだのよ、うん、そう、うん、で、その壁の中で何、なんて言えば、そこに、巨人がね送り込まれて、でたまたまお母さんを食べた巨人がエレンの義母の母、義理の母だったっていうのがあって、そういうのが漫画で言うと12巻で判明される。その知らずに食べたの、それは知らずに食べた。あ、なるほど。そうで、なんかね、でもね、うちもあんまっきり覚えてないんだけど、そのエレンの義理の母は巨人になる前にエレンのお父さんに会いに行くねみたいな感じのこと言ってたの、確か。そうで、多分会いに来てエレンのお母さん食べちゃった。エレンのお母さん食べちゃった。エレンのお父さんは、お父さんは、その何してんの、これ新、なんだっけ、超大型巨人が来る前に、その壁の何森の方にね、診療、うん、何医者だから、うんうん、診療で行ってたのね、うん、だからたまたまそこにはいなかったのよ、うん、そう、生きてはいたんだじゃん、生きてはいた、そう、まあその後死ぬんだけど、あでもお父さんもお父さんですごい厄介で、そう、お父さんも厄介な人、うん、お父さんはある意味最低なんだよね、ゆうちゃんが、そうだね、そう、だって妻とかさ、子供残してさ、うん、残したって、なんかね、そのね、獣の巨人がもうダメだ、話し始めるところ止まんないんだけど、家に住人があるんじゃないの、そう、獣の巨人が、子供の頃に、ちょっと、あれは話長いから遠くんだけど、お父さんお母さんを告発するのね、うん、そう、で、お父さんお母さんは警察みたいなところに捕まるんだけど、うん、お父さんとか逃げ出して、うん、で、壁の中に逃げてきたっていう感じ、うんうん、なるほど、あ、そこから逃げてってことですね、そうそうそう、はい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 、これうまく説明できないな、難しいね、あのね、うん、正直ね、見た方が早い、あ、それはそう、そう、うまく説明できない、なのでいろんな伏線、いろんなところでいろんなものが繋がってるから、正直伏線が多すぎて何も喋れんから見てください、たぶん、これ喋り出したら普通にここの会話になるから、ね、動画気にしちゃいけん、はい、なるほどね、結構でいろんな伏線があると思うんですけど、いっぱいいっぱいある、だからね、判明してない伏線もあるし、うん、なんかね、王女がつけてたネックレスが進撃の巨人の体に似てるとかね、っていうのがあったり、うん、オープニングにも伏線がいろいろあったりとか、それから、うんうん、一話ごとにね、分かっていくかもしれない楽しみっていうのはあるわけだ、見てください、うん、だって、うん、しゃべれ、見てください、根気が必要だね、はい、200何話今、200何話、うん、何話、200何話今もう全部終わった、うん、アニメとりあえず何話ぐらい、90、あ、100いってないのかな、いろいろ含めたら多分100はいってる、うん、本編だけ見たら90なの、だって100いってないから見れるね、みんな、しゃべれということで、私たちがお話ししたネタバレありの伏線話はいかがだったでしょうか、この動画長いぞ一つ言えるのは説明するのむずいから見てくださいということでね、気になった作品があった方はぜひ見てみてください。そして私たちにね、見たよとか、よかったとか、よかった以外の感想はちょっと受け付けないかもしれないですけど、見たよっていうコメントください。また待ってます。そしてこの作品のこういう伏線面白いよっていうのがある方もぜひコメント欄に書いてみてください。よろしくお願いします。以上、私たちディープギークでした。泣け、この動画。フリーホラーゲームっていっぱい伏線あるんだよ。それはいろんなゲームにいろんな伏線がある、まあ、ゲームだからね。赤ずき、あー、どっち、え、地方、あはは